はい、要はですね、川崎の麻生区のね、栗平にいます。栗平ね、で栗平の、銭湯があるんですけど、今銭湯今入ってきたところです。で昔ねこの辺り住んでたんでね、よくここには休みの時に来てたんですけどね、本日平成26年2014年の、11月3日文化の日なんですけどね、今から7年前ぐらい8年前とかね、この辺り住んでたんで、その時によくねここに来てました。愉快爽快栗平、でこれに関してはね、800m 地下 800m から湧き出たねものなんですけどね、結構このね肌がねすべすべするやつですね、なってます。ですごくね気持ちいいですよ、うん、で中入ってみる、そんなにまあすごくあの大きなわけじゃないんですけど、こじまりはありとしてるんですけどね、まあ食べるとこありますし、まあ他にもねまあ温泉なんかもなかなかいい感じでね、おすすめできるんで、皆さんぜひともこの辺り来る方ね、もしくはこの辺り住んでる人は結構利用してると思うんですけどね、おすすめできるところで